らしい寒さが戻ってきたこの冬も動物たちは元気いっぱい。日本最北の動物園、旭山動物園。この1年も様々な出来事がありました。2010年にオープンした猛禽舎。野生じゃ絶対に見られない決定的瞬間をカメラが捉えた。子供牧場の人気者翔ちゃんに異変が。下半身が麻痺し歩けなくなった老犬と飼育員の心温まる交流に密着。そして今年も良い子の2人が旭山動物園に。浜口はさまざまな動物たちの驚くべき生態を引き出すもぐもぐタイムをプロデュース。果たしてその結果は。ですけども、耳黄色いね。去年レッサーパンダの見分け方を披露した有野は今年も看板作り。挑むのは見た目に大差のないあの動物。さらに施設のあちこちカメラを設置。知られざる動物たちの日常生活を覗き見。見たことのない驚きの姿を一挙公開。旭山動物園の1年に完全密着。その全てを余すところなくお見せしちゃいますよ。ということで今年もやってきた良い子の2人。案内してくれるのはもちろん坂東園長。どうですかこの1年っていうのは。そんな大型の施設っていうのがなかったんですよね、はい、ただまあその分、まあ、それぞれ担当者がいろんな工夫をしたりとか、はい、まあ、なるほどガイドって新しいガイドを始めたりとかソフトの方でね。おお、なるほど。来たかなと思いますね。僕らもね、はい、今回はちょっと、いろいろ動物の生態を少し勉強してきたんで、うん、なるほど、はいはい、なんでもぐもぐタイムでね、うん、ちょっと、その生態を生かしたものでちょっとプロデュースさせていただきたいなと思うんですけども、はい、いいですかね。それは無理ですよね。まあちょっと検討させてもらって。そうですね、仕事考えて。いやいや、じゃあアイデア聞いてもらって、うん、いけるかどうかちょっと判断してください、はい、そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春君どうしますか。何します。僕また園内ブラブラして個体識別の看板を作りたいなと思うんですけど。なるほど、チンパンジーとか。全然わからんと思うわ。アザラシなんかもね、はい、数がいます。アザラシなんかめっちゃ難しいんちゃう。難しいでしょ。あれ全部一緒でしょ。いや一緒じゃないんですよ。一緒じゃないですよ。それちょっと挑戦しましょうよ。あ、決定なんや。じゃあ今年もよろしくお願いします。お願いします。もぐもぐタイムをプロデュースしたいという浜口が向かったのは冬になると活発になるレッサーパンダ。一体どんなもぐもぐタイムを考えてきたんでしょうか。レッサーはほとんどが木の上で過ごすというふうにちょっと調べてきたんですけど。はい、そうですね。例えば木の下にいる敵からこう見つからないように体の下の方は黒くなってるとか、はいはい、爪が跡鋭かったりだとか、はい、樹上生活に特化していて、はい、まあ、確かに木の上で過ごす時間非常に長いですね。おお、笹とタケノコとで、なんか木の実も食べるって聞いたんですけど。そうですね、まあ、8割方は竹とタケノコなんですけど、はいはい、木の上になってるものももしかしたら少しは食べるかもしれないですね。お、木のところに、はい、木の実みたいに食べ物を釣ってでそれでこう食べたりせえへんかなとかっていう。ああ、なるほど。そういうことってやったことってやったことはないですね。おお、それをもぐもぐタイムとかでやらせてもらえたらなとかと思ってるんですけど、うん、まああんまり普段やったことないんですけども、はい、じゃあ、まあちょっとやってみますか。まずはレッサーパンダが大好きな木の上へ。ちなみに高さ 3.5メートル、結構ありますね。結構高いんですね。高いですね。相当高いな。担当飼育員の中村さんと相談しながら取り付け位置を決定。せっかくなので吊り橋を渡ってレッサーパンダの気分を味わってみることに。怖っ、めっちゃ怖い。うわわ、相当揺れますね。うわ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 、こうやってやってんねや。もうこの一番最悪なことに途中で嫌になっちゃったっていう。レッサーすげえな。ササササっていきますもんね。レッサーパンダの凄さも分かったところで今度は餌を準備。カットしたリンゴに紐を通して。砂利あったりする。なるほど、これを木の実に見立てるわけですね。手袋
じゃあこの4ついいですね、はいはい、プラス上げて、はい、レッサーパンダが外に出ているため飼育員の中村さんにお願いして事前に打ち合わせした場所に取り付けてもらいます。これで準備は完了。はい、では時間になりましたので、今からレッサーパンダのもぐもぐタイムを始めたいと思います。先に説明をしてもらいましょうかね。はい、じゃあ浜口さんお願いします。よろしくお願いします。よい子の浜口です。ですね、レッサーパンダはですね、なんか竹とかタケノコとか普段食べるらしいんですけど、あと調べたところによりますと木の実もこういうふうになんか食べるっていうふうに聞いたんで、今回のもぐもぐタイムはですね、本来の生態を生かしたこういうふうにリンゴを木に仕掛けてみました。この番組はネスカフェトヨタと落ち着いちゃいましたねご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。先に説明をしてしまいますと、レッサーパンダね、こういう高いところを移動してます。お、登るかな。どうやら一頭が吊るされたリンゴに気づいたようです。木登りは上手です。ああやって、木に爪を引っ掛けて登っていきます。あ、食べた食べた、かわいいめちゃめちゃ可愛いやん。うわうわ、いいもぐもぐタイムや。食べました食べました。はい、手使って、やって口で上手に食べれなかったので手を使って手繰り寄せて食べてますね。非常に手も器用なんですね。はい、今綺麗にリンゴだけ取って食べてます嬉しいこうやって木の上でも食事すんねんな。あ、近い方行った近い方行った吊り橋のすぐ近くのリンゴもパクリ。ちょっと取りにくかったのか手を使って器用にいただきます。いやー可愛らしい。これにはお客さんも大喜び。野生でもこんな風に食事していることもあるんでしょうね。まずはレッサーパンダのもぐもぐタイム大成功。いつもとちょっと違うから、僕もあんまり見たことないような動きですね。いいな。上手にバランスをとって手で取って食べてますね。いや食べてくれましたね。いや僕も意外でしたね。ね、やっぱりこう無理やりに、ね、やらせるっていうわけではなくて、うんうん、まあ、そのレッサーパンダのね、その生態をよく調べて、でそれに即した感じでやったのが成功の秘訣だったんじゃないかなと思いますね。生態を勉強してこう飼育に生かすっていうことも大事なんですかね。そうですね、やっぱり非常に大事ですね。まあ、はい、いくら面白いからといってその普段やらないような動きをやらせるっていうのは、はい、まあ、うちの応援では行っていないので、はい、やっぱその生態に即して、うん、それを引き出せるような、ことを試みるっていうのをみんな心がけてやってますね。なるほど。一方有野が向かったのはこちら、アザラシ館。去年はお客さんにも分かりやすいと評判だったレッサーパンダを見分ける看板を作った有野。今年はその経験を生かし、さらに見分けが難しいアザラシの看板作りにチャレンジ。一応全部で7頭いて、はい、簡単な個体識別のパネルはあるんですけど、はい、一般の人がこれを見て実際にアザラシを見ても分からないと思うんですよね、はい、もうちょっと丁寧に書けばよかったんじゃないですか。そうなんですけど後から気づいたんですよあ、そうですか、はい、担当飼育員白木さんお手製の看板は写真がメイン。そこでイラストのうまい有野に一目で見分けがつくような分かりやすい看板を作ってもらいたいそうです。もうちょっとみんなが分かりやすいような特徴を有野さんに書いてほしいだとどうしたらいいんですかね。一番分かりやすいのはオスがお腹を見た時におへその穴とおちんちんの穴が2箇所空いてるんですよ。メスの場合はおへその穴があったらその下におちちがにじみ出てくる穴。にじみ出る、うん、笑ってもらわないですか。さらに白木さんから分かりやすい看板を作る上での注意点が複数で並んでると体の大きさが分かるんですけど、うん、まあ、1頭で泳いでてもみんなが分かるような特徴を、うん、サイズじゃなくて、サイズじゃなく、お見つけてください。あのボード書いてあった人ですよね要求しますね旭山動物園のアザラシは全部で7頭。まずは教えてもらったオスとメスの違いを確認してみますが、
じっとせえへんな。去年のレッサーパンダに比べてすげえ描きにくいんじゃないですか、うん、写真にも抑えられへんのちゃう。坂東さんにちょっと言わなあかんな、行動展示もちょっと考えもんじゃないですかって。ダチが開かないのでアザラシがじっとしているであろう陸の上から観察してみることに。これでも上来たところで全然顔出さへんやん。あ、来た。うわー、持ち上がれ持ち上がって持ち上がって、全身みたい、全身全身、あー入った。あかんか、下行くか、上よってわかんな。陸に上がってゴロンなんてそんな都合よくはいきませんよね。でやっぱり下に戻る。おっぱいあった。あ、これメス。そうです、メスですね。オスやねんな。正解、完璧です。オスメスの区別は完璧。ちょっと自信のついたアリの見分けにチャレンジ。これ、これがプリンス。あ、全然違います。嘘。あ、カムイ、さっきの。いや、違います。あれ嘘でしょ。リアルに違います。もうちょっと頑張ってください。あ、はい。調べてたのにな。頑張ってくださいね、有野さん。さて、夏にも旭山動物園を訪れていた浜口、やってきたのは、ね、去年4月にオープンした猛禽舎、はい、これオジロワシなんですけども、オジロワシ、はい、生きてるの初めて見た、うん、広げるとね、2メートル超えるぐらい大きいですよね、はいはいはい。魚介類結構生息してるんですか。そうですね、まあ、こいつらは、まあ、冬例えば流氷とかね、そういうの見たらよく見る大型の、まあ、大橋とオジロとね、見ますけども。猛禽舎の特徴はこの広々とした空間、羽を広げれば2メートルに達するという大きなオジロワシのダイナミックに羽ばたく姿を間近で観察できるところ。それだけに引っ越しはさぞかし大変だったかと思ったら、え、素手で捕まえられちゃうんですか。それにしてもなんで飛んでいかないんですかね。これには訳がありました。実はこのオジロワシ、もともと野生で怪我をしたところを保護されてきた鳥たち。野生にはもう戻れない上、長い間狭いところで飼育されていたこともあり、羽ばたくための筋力が弱くなっていたそうなんです。そのため広い新施設に移ってもすぐには昔のように飛ぶことはできません。さらに人を間近で見たこともないため、物陰に隠れたままダイナミックに羽ばたく姿を取り戻せるんでしょうか。こんな間近な距離まで人が寄ってっていう本来生き物じゃないですから、まあ、その部分で少し時間はかけつつ、まあ、体力もつけつつっていうことになるかなと思いますね、はい。それから9日後、ついに猛禽舎がオープン。大勢のお客さんが詰めかける中、やはりオジロワシは人から見えないところに隠れたまま。姿を見せてもほとんどが地面の上。華麗な飛翔を取り戻すにはもう少し時間がかかりそうです。7月、オジロワシはどうしているのか様子を見に行ってみると、あ、いました。それも随分高いところに。そして飛んだ。今度は広い空間を旋回。いやー、自由に空を羽ばたく姿、すっかり取り戻せたようです。それにしても迫力ありますね。おーっと、びっくりした。実はこの猛禽舎、最大の見どころはこちら、建物の中。
へえ、ああまた面白い展示ですねこれ。でまあただ魚を泳がせようっていうのではなくて、その魚食性なので、はい、その生きた魚を上からバサッと襲うところがここから見れますよというエリアですね。それ見れたらすごいですね。そうですね。ここにブワー来るんですか。そうなんですよ。ただなかなかね、僕らはあまり見たことがない。動物たちの生活をイメージできる展示施設、運が良ければめったに見られないオジロワシの捕食シーンが見られるそうですが、待つこと1時間。なかなか難しいですね。まあね、これ別にその条件付けしてるわけじゃないんでね、うん、次第みたいなとこありますもんね。まあでも そういうのもいいっすよね。そうですね、見たらラッキーで、まあ、こういうところで食べるんだとか、そういうイメージができたら、うん、はい、そのことでもすごくいいなと思うんですけど、ね、北海道じゃすごく名前とか知ってる、みんな知ってる多分鳥なんですけど、はいはい、意外とその魚食べてるだとか、そのどういうふうにして一日過ごしてるとかってやっぱり知らない、はい、そういうことがね、少しでもより身近に感じるきっかけになってくれることがね、うん、一番大切だと思うんですけど、はい、うん、面白いですね、うん、とはいえテレビの前でがっかりしているあなた、大丈夫です、ちゃんと用意してありますということで、施設のあちこちにカメラを設置、動物たちの知られざる姿を見せちゃいましょう。題して行動展示カメラ。水辺にやってきたオジロワシ、気合も十分。そうとは知らずのんびり泳ぐ魚が水面近くに上がってきたその瞬間、イチローもびっくりのスーパーキャッチ。そして意気揚々と引き上げて頭からガブリ。お見事。せっかくなので今度はスローでご覧いただきましょう。足を伸ばしてガシッ、そして泳いで水際へ。今度はノーマルスピードでもう一度。これが本当のワシ掴み。嬉しかったのかテンションも上がってるみたいです。勝利の雄たけび。坂東園長に連れられ、続いて浜口がやってきたのは子ども牧場。ここで暮らすのはヤギにアヒル、そしてモルモットにウサギといった身近な動物たち。旭山動物園で唯一動物と触れ合える場所でもあります、まあ、家畜とかペットとか、はい、そういう生き物たちがいてなんですけど、ええ、で犬が結構いてですね。おお、かわいい、すごい、うん、愛らしい犬たちにほっと癒される浜口。しかし気になったのは物陰から出てこない一頭の犬でした、まあ、ちょっと人見知りなんですかっていうかね、うん、まあ、あれもすごい元気で、だったんですけど、はい、年取っていったらいろんな障害持ったりするじゃないですか、はいはいはい、で今はもうほとんど下半身がちょっと動かなくなっちゃって急に気になっちゃってて。子供牧場にいる犬は全部で5頭。飼育員の野戸さんがオーストラリアンシェパードのショウちゃんの後ろ足の異変に気づいたのは5月のことでした。ジャックラッセルなんかもそうですけど、あ、フルフルしてましたもんね。震えてるのはあのバビ症候群って言って、尻尾があったら尻尾が振れなくなる病気をこいつ抱えてるんですけど、はしゃぎすぎるとこうやって震えちゃうんですね。でもさっきなんかおかしいなと思ったらやっぱり痛いみたい。力が入らないのかな。翔ちゃんの些細な異変に気づいたのには訳がありました。翔ちゃんどうしたのその足、なんでそんなことになっちゃったの。実は以前働いていたムツゴロウ王国から翔ちゃんたちと一緒にやってきた野戸さん、付き合いは子犬の頃からかれこれ10年になります。翔ちゃんの足は日に日に悪化していきました。7月、ついに足は完全に麻痺、不自然な姿で座る翔ちゃん、もう自力で歩くことができない状態になってしまいました。あの最初に左足が来て、しばらく3本足で頑張ってたんですけど、6月に入ってからもうこんな状態ですかね。動けなくなった翔ちゃんとの生活は大変なものでした。いやいや翔ちゃん大変なことになってるね今日。ちょっと待ってよ、動けないので
うんちやおしっこも寝たまま、毛は抜け皮膚はただれ、放っておけば感染症になってしまい命を落とす危険も。これ以上悪化しないようおむつを履かせ、一つ一つ問題に対処していきます。用を足す時も前足に負担がかかるため、後ろ足を高く持ち上げられず引きずってしまいます。怪我を防ぐための靴下を製作。人にとっても犬にとっても厳しい介護生活が続きます。毎日ね、夜筋トレして自分でマッサージ、筋肉ね硬くなるのよ。のんびりしてると思いますので、優しく触ってあげてください。人との触れ合いが大好きだった翔ちゃん、しかし動けなくなってしまった以上、これまでのようにお客さんの前には出られません。なんとかもう一度お客さんと触れ合わせたい。のとさんは翔ちゃんのために何ができるのか思い悩む日々が続きました。8月、牧場の中田さんの協力で作り始めたのは翔ちゃんのための車椅子。自由に歩けるようになれば、翔ちゃんの生きがいであるお客さんとの触れ合いもまたできるようになるかもしれない。おいで、翔来い、よし来い、翔来い、頑張れ。期待と不安が入り混じった初めての車椅子、翔ちゃんのチャレンジが始まりました。翔ちゃんの生きがいを取り戻すため、のとさんが思いついたのは車椅子。翔来い、翔来い。そして期待を込めて呼びかけますが、翔来い、頑張れ、翔頑張れ、翔来い、翔。怖がっているのか、うまく歩くことができない様子。そこで車椅子の感覚を覚えさせようと、まずは押し歩き。そうやって自分で歩けたらいいのに。そして15分後、翔来い、翔、翔、以来初めての自由。翔ちゃんも嬉しそう。二度さん泣いちゃダメですよ。我慢してんだから。さらに体に負担がかからないよう車椅子を四輪に改造。これで以前のように自由に歩けるようになりました。やったー、届いたー、届いたね。また動けるようになったんだよって、おいらまた動けるようになったんだね。毎日の恒例だった仲間たちとの散歩にもこの日初めて参加。いい感じだね。喜びを抑えきれないのか元気いっぱいに走り回っています。翔ちゃん、翔ちゃん、翔ちゃん、やだ。やっぱりさ、嬉しいんだね。そして8月、ついにお客さんの前に出ることができた翔ちゃん。私の中では、かわいそうっていう思う気持ちよりも、また、翔ちゃんとこうやって新たなスポーツを やりながら、残りの人生を過ごしていけたらなと思ってますので、また、新たに出てくることができたんですが、生きがいを取り戻した翔ちゃんの姿はお客さんの心に何かを伝えたようです。なんかやっぱりね、そのペットブームとかでね、はい、本当に飼ったりとかって、こういう風な最後までを想像しないっていうか、生き物として最後まできっちりっていう心構えとかね、いろんなことがないままに飼い始めちゃって手放しちゃいたくなったり、その人の中でこの命が終わっていくわけだから、そういうことまでしっかりとね、考えてほしいし、なんかね、不幸になってくる犬とかいろんな生き物たちが少しでも減れば、いいなっていうふうに思いますよね。この日は浜口も閉園後の恒例のお散歩に参加。器用だね。ね、慣れたんですよね。嬉しそう。ちょいで、こっち。そやな、この散歩について行かれるのは寂しいよな、一人残るのな。
どうですか、飼い主として飼育員として翔、はい、ちゃんが最初こうなった時っていうのはどうでした？正直動物園にいるっていうことは何かをやっぱり伝えたいっていうのもあるし、なんかそれが出せなくなった、これで翔ちゃんが終わりなような気が自分の中ではして、うもうこの仕事を辞めようかなとか、はい、あそこまでですか。なんかこのこれを伝えられないんだったらここにいる意味ないかなとかいろいろ考えましたけど、翔ちゃん見てね、なんか感じることってきっといっぱいあると思いますし。そうですかね、はい、なんかそうすることによってやっぱり翔ちゃんも生き生きしてくるだろうし、このままお客さんの前に出ずに、うん、どこか暖かい部屋で環境も良くて、うんうんうん、っていうところで一頭で飼ってたら、うん、まあ、命はつながるかもしれないんですけど、きっとこんな生き生きは散歩をしてる時の目とか、うん、そうですね、そういった目はもう見られないだろうなと思って、うん、でもこうしていることが翔ちゃんにとっても普通のことであってです、ね、うん、生きてる証というか、うん、冬に再会することを約束した浜口、ペットと共に生きることの大切さを感じたようです。こちら2009年にオープンしたテナガザル館、ダイナミックなブラキエーションをはじめテナガザルの運動能力の凄さを実感できる大人気施設ですが、こんな姿が見られるようになるまでには担当飼育員のさまざまな工夫がありました。お客さんの頭上にそびえる大きな木の遊具、本来はこの木の上で自由に飛び回る姿を見てもらいたかったのですが、テナガザルにしてみればここはお客さんの真上、自分たちのテリトリーじゃないと思っていたのかなかなか来てくれませんでした。これを何とかしようと飼育員の大西さんが用意したのは先に餌をつけた釣り竿。すると早速好奇心旺盛な一頭が餌に釣られてやってきました。これはここが危険ではないことをテナガザルたちに教える大西さんのアイデア。こんな努力の甲斐あって徐々にテナガザルも遊具に慣れてきたのか、今では我が物顔で自在に飛び回る姿を見られるようになりました。ずいぶんこっち来るようになりましたね。来てますね。結構時間かかりますね。去年は本当は8月末にできてすぐ冬になっちゃったんで、この施設に慣れる間もなかったけど、まあ、今シーズンが本当の本番でらしいテナガザルが見れるんじゃないですかね。そして6月テナガザル社に待望の赤ちゃんが誕生しました。これまで5頭の赤ちゃんを育ててきたベテランお母さんの白子、どこに行く時にも決して赤ちゃんを離しません。危なっかしく見えますけど、テナガザルにとってはこれが普通の子育てなんだそうです。いやー、たくましいですね。その赤ちゃんも今ではこんなに大きくなりました。春にはのびのびと屋外で飛び回る姿が見られそうですね。今外側はこんな感じで施設なんですけど、はいはいはい、中もあの一応展示できるように寝室っていうのもお客さんに見れるようになってるんですけど、そうなんですか。ちょっとそっちもまあ、はい、面白いのでぜひ見てください、はい、お願いします。お願いします。こっち寝室、まあ、そろそろ来た来た。飼育員の大西さん、テナガザルをもっとよく知ってもらうため寝室にも一工夫を凝らしているそうです。ただいま。かわいいな。帰ってきた帰ってきた。おい、近い。うわ、誰やろ。あ、バナナ。あ、すごい。あ、これ当たったね。リンゴとかバナナで作ってあんねや。あ、ほんまや。これなんか なんか貼ってんやろ。シール貼ってあんのかなと思ったらびっくりした。うわ、これ4時半に来るもんやな。すごいね。うわ、これはいいや。めっちゃ食べてる。最初は時じゃなかったんですけど、はい、普通にこう餌張ってると、まあ、で2時ぐらいにこう作業してたら、はい、お客さんはガラス越しに見て、あ、もう今すぐなんかやるのかなと思ってこう人だかりになっちゃったりして、ガラスの向こうの人に今じゃないっていうことを伝えるにはどうしようと思って、はいはい、じゃあこれでもう字を書けばいいのかなっていうそれが始まった。面白いですね。そんなテナガザル最大の魅力、ブラキエーションを行動展示カメラが捉えました。迫力ある姿、じっくりご覧いただきましょう。今回は展示施設に3台のカメラを設置、あらゆる角度から覗き見。テナガザル選手スタート。
いいスタートを切りました。どんどん加速してどんどん速くなっております。おっと華麗なコーナリング、さらに加速して最後のスペードアップもトップスピードで入りました。速い速い速い、よいしょよいしょよいしょ、行きました行きました、端から端までわずか22秒、大記録達成であります。こちらの手長谷にはさらにすごい技が、加速していったと思ったら、そういやと、なんと上を走り始めた、こんなことも出てしまう、いやすごいすごい、これはルール違反じゃないでしょうか。しかし見事にゴール、そしてカメラを覗いて、よいしょ、ちょっと中であります。浜口がオランウータン社にやってくると、3歳の森戸が空中散歩の真っ最中。ヒヤヒヤするヒヤヒヤするな、これ。これ去年オラウータのためにフルとピーナッツが出る遊び道具を作った浜口、また遊具を作ってあげたいとやってきたのですが、今度は何を作るんでしょうかね。めっちゃ嬉しい、ジャック。そうや、どういう遊具がね楽しく遊んでくれるんですかね。そうですね、時間をなるべくかけれそうなやつ、はい、であとお客さんにもちゃんとその様子が見えるようなやつが一番オランダにとってもお客さんにとっても楽しいと思うんで。そうですね、結構いろんななんか跡がありますね遊具の。そうですね、これは最近ですか。これは今年の春、ね、はい、開園するときに。こちらは網にフックがかかっている餌を木の枝で釣り上げる遊び道具。うまくいっていたのですが、イライラしたオランウータンに。どうでした。まあ、開園する前に壊されて結局日の目は一回も見ずに。他はこれとかまだ遊んでるんですか。これも、これは3ヶ月ぐらい持ったんですね斜めになったアクリルボードに貼り付いた餌をオランウータンがどうやって取るのか見てもらうために作ったそうですが、あら、枝を使って手の届く場所までずらしています。いやー賢いんですね。で、この遊具どうなったんですか。これはまあまあうまく、今年の中では多分結構うまくいった部類だったんですけど、はい、まあ今の感じに壊されちゃったのでイラーって聞いてガーってやったんですかね。いつの間にか笑われてますね。どんなんしましょうかね。なんかね、なんかでも向こうからこう棒とかで餌を取るみたいな感じの、ただ取るだけじゃね。何かアイデアがひらめいたみたいですね。担当飼育員の大内さんと相談しながら早速遊具の制作開始。何やら大掛かりな作業ですが、一体どんな遊具を考えているんでしょうか。いいんじゃないですかこれで、はい。網田のように交差する4色に色分けされた紐の中から餌につながる正しい色の紐を選び引っ張るという遊具。さあ完成しましたけどもどうでしょうかね。興味示せますかね。ハードル高そうな実験ですね遊具というよりも実験ですねこれはね。そうですね、例えば緑引っ張って緑動くのが分かってすぐに赤に行ったらこれすごいですよね。すごいですね。うわ楽しみです ね。どれぐらいの知能があるかっていうのもね、そうですね。来た。まず姿を現したのはオスのジャック。ジャック、あるよ。来ました来ました。遊具を見つけたようです。果たして反応は？気づきました。どうでしょうかね。興味示せますかね。網田のように交差する4色に色分けされた紐の中から。餌につながる正しい色の紐を選び引っ張るという遊具。来ました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 。早速オスのジャックが遊具に向かってきました。気づきました。紐見た。気づいたのかな。餌のバナナを見つけて。何をしようとしてるんでしょうね。下に落とそうっていうのか。ああそれするかも。下に落とそうかもしれないですよこれ。なるほど。上から引っ張るんじゃなくて、ああちょっと笑ってるみたいな。これ見てるだけでもね面白いですよね。ジャックの様子を見守っていたその時、お客さんからこんな声が。
かわいそうになってくる。かわいそうじゃないですよ。こうやってる方より何にもしないでじーっと座ってる方がよっぽどそっちの方がかわいそう、うん、暇な、要するに暇なんで何もすることがなくてぼーっと座ってる方が彼らにとってみればもうすごく苦痛な時間なんです。で逆にこういう風に夢中になって、人間も同じです。なんか夢中にやってる方がすぐ時間が過ぎていくのと同じように考えることが大切ですよね。そんな話をしているうちにジャックも紐の端が上にあることに気づいたようです。ついに枝を紐の先端の輪に引っ掛けようとしたが、これは失敗。でもなんとなくこの遊具の仕組みは理解した様子。バナナと赤い紐の色の関係性にも気づいたのか。やりそうですね。やりそう。すげえすげえすげえ、やってくれ、やってくれ、いいよ。そしてバナナとつながっている赤い紐を狙うジャック。どうなる。入った。引っかかった。バナナが引っかかった。オッケーオッケー。でも分かってる、分かってる、分かったね今ね。完全に動いたのも分かったね。すげえ。しかしなかなかうまく引っ張り上げられず、イライラしたのかその後は興味をなくした様子のジャック。もういいわ俺も。ふて寝しましたね。そうです。午後にジャックに代わり入れ替わって出てきたメスのリアン。早速遊具に向かいました。ちょっと緑に、すぐに緑の紐をグイ。おー、緑じゃないんだよ。どうやらバナナの上から出ている紐を引っ張ればバナナが取れると思ったようです。バナナと紐の仕組みをすぐに理解するなんてすごいですね。ただこれ段ボールなんだな。これおいか、いかいかいか、おいおい、おお。次は迷わずバナナにつながる青の紐へ。バナナが動くのを見てますね。見てた見てた。あ、いけるいける。いやお見事。すごい。わ、オランウータンの頭の良さ、性格の違いまで見て取れるこの遊具。大石さん、どうでしたこの作った遊具。かなりうまくいけば本当にお客さんの反応すごく良かったですし、ね、ちゃんとこういう頭を使ってるだとかそういうことも説明できるんで、はい、かなり出来はいいと思います。おー、まあ、ありがとうございます。壊されなかったです。そうですね。そんなオランウータンの生活をちょっと覗き見、行動展示カメラ。今度はすごいところにカメラを設置してみました。人間だったら足がすくんでしまう高さ17メートルの鉄塔。ここでオランウータンがどんな表情をしているのか気になりますよね。登ってきたのはリアンとモリト。さてどんな顔を見せてくれるんでしょう。まずはリアン。何これ、カメラ、食べ物、食べ物、ちょっと食べさせなさいよ。これ何、ちょっと、毎日食べれない。何かしら、これ。これは食べれるの？これは食べれるわ。何？これ何？ね、何これ。ちょっと待って、どけなさいって。私これ食べてるから、トム臭いわ。これでもなんか、ガム臭い。ガム臭いわ。これ、食べ物じゃないわ。バカにすんじゃないよ、本当に。オランウータン舐めんじゃないよ。オランウータンバカにすんじゃないわよ。食べんの。以上、リアンとモリトでした。こちらはチンパンジーの森。チンパンジーを間近で観察できるスカイブリッジを使ってさらなる展示の工夫が行われているそうなんですが、あれ、チンパンジー館の中では担当飼育員のマルさんがバナナの輪切りを大量生産中。それを持って向かったのは屋上。何をするのかと思ったら、ん？スライスしたバナナがくっついた。そのバナナをチンパンジーがゲット。実はこれ
スカイブリッジに張り付いたバナナを取りに来るチンパンジーを観察してもらうために思いついたアイデア。普段見ることができない手や足の裏までじっくり観察できることもあって、お客さんの評判も上々。いやー、考えましたね。まあ、あんまり動かないじゃないですか、チンパンジー。あの、最初はただ普通に下にボン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 餌あげて、まあ、とりあえず下で動かしてるところを、動いてるところを、まあ、見てもらおうかみたいな感じだったんだけど、まあ、そこにバナナがくっつくっていうのに気づいてからは、まあ、そこにくっつければその上を歩いたり、で、まあ、足の裏とかお尻とか、まあ、じっとしてたら見れないところが見えるじゃないですか。普段見れないところが見れていいかなと思ってやったんですけど、そのバナナ投げを良い子も見学。おしゃれな取り方すんな。これやらせてもらっていいですか、僕も。どうぞどうぞ。いいですか。お、やったあの、ま、ということで浜口もお手伝い。リスケ、行くぞ。あるの、行くぞ。こっち、そう。リスケあるの、行くぞ。ここ、うん、行くぞ。あっちだ。おお、よっしゃ、すげえ、うまい、うまいです。オッケー、いけ、ピースケ、あれの背面取り、ピースケ、よっしゃー、ピースケ、やったよっしゃ、これ面白いですね。これよう考えついたな。いったやろ、よいしょ、よし、これ、あ、来た。アルノの方、アルノの方一回座ってから飛んでやろ。なんであるのに背向けんねん。直接取らへん。向いたってくれよ、あるのの方。うわ、爪すごいな。指しわくちゃやな。あ、ちょっとえぐれてる指、皮。痛い、痛いな、あれ。これはすげえな。こっちから見てると分かりますね。お客さんもすごく喜んでくれてますね。タグルみたいだけど、こっち足、これはやりがいありますね。そうですね、楽しいですね。個性あふれるチンパンジーたちの日常生活を行動展示カメラでこっそり覗き見してみました。今回カメラを設置したのは全体を見渡せる天井。あ、チンパンジーたちが出てきました。おお、なんか怖そうですね。ねえ、カメラ、ねえ、見とんのかよ、これ。なんか見てますわ。ボス、これ見てますわ。ねえ、どうしたどうしたどうした。ほら、おい、見てんの。おい、見てんの。おい、あ、何を撮りたいよ、これ。いや、これ、ボス、これ、ちょっと舐めてみますわ、おい。ほらほら、おい、うまいんか、お前ちょっと舐めとん、俺舐めとんねん、お前を、ほら、おい、ほら、おい、チューッと、ほら、チューッとしとんねん、ほら、お前舐めとったら、いや、僕、いや、今僕調べてますわ、僕調べて、いや、やかましい、俺今調べてる言っとるやろ、お前、おい、ほら、おい、ちょっとどかんか、お前どけ言ってんねん、どかんか、お前、やります、おい、どかん、ほら、どかんか、おい、外せ言っとる、撮影 NG のようです。こちらは猿山。日本猿について勉強してきた浜口がびっくりしたある生態を見せたいというのですが、それをもぐもぐタイムの時に、はい、ちょっと見せたいなって。あ、なるほど。例えばなんかこう、うん、ロープこう引いて、はいはい、その話をして、今までもぐもぐタイムでそういったこと見せたいってことはやってないの で新しい試みとして、すごくいい、場所だと思うんで、はい、あ、それやりたいですね、はい、早速準備開始。まずはロープを張って、そこにチェーンをぶら下げます。どうやらこれで完成みたいですね。なんともシンプルな仕掛けですけど、一体どんな生態を見せるつもりなんでしょうか。ニホンザルの知られざる生態を見てもらおうと、猿山のもぐもぐタイムをプロデュースする浜口。用意したのはロープにチェーンを吊るした謎の装置。はい、これからですね、ニホンザルのもぐもぐタイムを始めたいと思います。今回、浜口さんに、来ていただいて、ニホンザルで、一つ
エンリッチメント、やってもらったので、それについてちょっと浜口さんから、お話をいただきたいと思いますので、はい、お願いします。僕ちょっと勉強してきまして、テナガザルとかオランウータンっていうのはこう日本の手でこう移動できるんですけども、この日本ザルっていうのはそのこうぶら下がってこう日本の手で移動するっていうことができないらしいんです。はい、それをこうロープを伝って4本足であそこを移動して餌を食べていただくのを見ていただこうかなと思っております。確かにオランウータンやテナガザルはぶら下がりながら移動してますけど、同じサルなのに本当にニホンザルはできないんですかね。もうすでにもうやっちゃってますね。すごいな。ああいうふうに4本で移動するという、はい、あ来ましたね。ああいうふうに、はい、4本でロープにぶら下がって餌を取るんです。すごいバランス感覚。なるほど、確かにオランウータンやテナガザルのように何かにぶら下がる様子は見られませんでしたが、なんでニホンザルは同じ猿なのにブラキエーションができないんでしょうかね。まあ、なぜブラキエーションができないか、ブラキエーションしないかっていうと、体の作りがもう、ブラキエーションができない体つきになってるんですね。で、まあ、私たち人間であったりオランウータンとかチンパンジーとかっていう動物っていうのは肩甲骨がですね、横になってるんですね。横になってることで、まあ、肩を上げることができる、こういったニホンザル、肩甲骨はですね縦なんですね。縦だと、まあ、犬のように、な形にの骨の配置になっていると、肩を上げることができないんですね。まあ、その猿の、種ごとにですね、全然体の特徴が、違ったりするんですね。すごいところだったりするわけなんですね。思った通りちゃんとね、4本で行きましたね、はい、パッとね。分かりやすく見えたと思いますね。勉強してきた生態を見せれたと思いますんで、うんうん、本当ですね、はいはい、よかったと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アザラシの特徴を書いた看板を作るため観察を続けていた有野、ようやくポイントをつかんだ様子。お客さんで見に来る人ってオスとメスの違いが分からへんと思うんで、オスとメスから知らしてからちっちゃい特徴かなと思います。いいと思います。ありがとう。頑張ってください。はい、いよいよ看板作りのスタート。どうやらアザラシの見分け方の難しさによって難易度をつけているようです。なるほど、考えましたね。白い目と白い体、確かにレベルの低いウイは簡単ですね。これは誰が見ても分かりそうです。こちらは要、イラストはちょっとオーバーですけど確かにゴマが多い。さすが、よく特徴をつかんでます。なるほど、これならゲーム感覚で楽しみながらアザラシたちを見分けることができるってわけですね。そして集中すること2時間、ついに看板が完成。素敵ですね。どうでしょう。さあ、僕が頑張って作ったアザラシの見分け方、オスとメスの見分け方、へそがあって下におっぱい2つあるのがメスで、うん、1個穴が真ん中にあるんですよ。これはチンチンらしいですね。でオスっていう、すごく分かりやすいです。はい、そうですね。ここやとね、レベル1個見やすいですもんね。あ、オスだメスだってこう、でオスやって分かったらこっちの中で探すっていう、3頭オスがあるんですよね、はいはいはい、でメスが4頭っていう、うん。それではちょっと試してみましょう。レベル4の小町、足の傷ありました、ありました。なるほど、見分けることができれば彼らの社会がより面白く見えるそうです。親しみが湧いてんじゃない、うん、前これ今で聞いたらもうだいぶ本当に分かってる。そうですよね。ちょっとしばらく見てないと分かんないですから、結構分かってきました。この看板を見て皆さんもアザラシの見分けに挑戦してみてください。普段なかなか見ることもできない動物たちの姿を見せちゃう行動展示カメラ、今度はアザラシ編。毎年恒例のアザラシ館凍らせ作戦で流氷のようになったアザラシ館、
流氷の下を泳ぐアザラシの姿をアザラシ目線でご覧いただきましょう。まず向かったのはマリンウェイ。そこから見上げると息継ぎのために穴に向かって垂直に泳ぐ様子が見れます。うぃ、カメラか。今度は上から。お帰りなさい。ああ、こっち、今度こっちにカメラですか。あ、へっちゅっと水の中もいいもんですね。さて、エゾシカの森を訪れた浜口。ちょっと片っぽ折れてるところがまたなんとなく静観ですよね、はい、こいつ。本当ですね、うんうん、まあ、冬毛なんで、あの、カノコ模様もなくなってて、はい、モノトーンな感じで、ね、あの、なくなって鹿の模様がないですよね、はい、やっぱりこう季節とともにって感じね。本当北海道の、はい、まあ、春夏秋冬、本当にいろんな表情がある生き物ですよね。こちらは夏の鹿たち。比べてみるとまるで別の種類にも見えますね。そんなエゾシカの森にも展示の工夫が。地面に置かれた大量の木、これ何の工夫なんでしょうと思ったら鹿がジャンプ。エゾシカってこんなに身軽なんですね。開園、あの、4月29日今年の開園からですよ。で、だん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 高くなって、険しい山に住むエゾシカにとってジャンプはお手の物。それでも負担がかからないよう徐々に高くしていたそうです。それにしてもこれ高すぎませんか。よいしょ、いけるね。これは一見地味に見える北海道に住むエゾシカの生態を知ってもらうことで、地元の動物たちのことを大切にしてもらおうという意図なんです。実は旭山動物園の新施設猛禽舎も北海道に住む絶滅危惧種シマフクロウを将来的に受け入れることを目指して作った施設。シマフクロウの生息数は北海道で百数十羽程度。それを守るためか生息地などの詳しい情報はほとんど公表されていないそうです。みんなが野生のを見に行こうってずかずか足を踏み入れていくのは良くないことですよね。だからその部分をしっかりとそこをイメージできること、その、うん、そのために動物園がしっかりとした機能を果たさなきゃいけないのかなと思いますね。現状を調査するため坂東園長はシマフクロウの生息地へ。そこで向かった場所は なんと車が行き交う街中。こんな場所に住んでるんですね。シマフクロウっていうとなんかこう秘境じゃないですけど、こう山の鬱蒼とした森みたいな、そうそう、なんかイメージがありますよね。本当はずっとこう、ね、海までつながるこういうところにいるんだなみたいな、はい、シマフクロウの行動圏と人の行動圏が重なってる。ただシマフクロウが夜行性なので、うん、そんなに目につかないっていうだけだと思いますね、うんうん、近くの宿によく現れるというので坂東園長ここで待ってみることに。すると、シマフクロウが現れました。いやー、すごいな、やっぱりね。めったに見られないシマフクロウが目の前に。その距離わずか10メートルほど。さらに池の中を覗き込んで。魚を捕らえたようです。これは実に貴重な体験。実はここでは周辺に暮らす人が協力してシマフクロウを大切に思い見守っている。だからこそ実現できる距離なんです。それにしても絶滅危惧種のシマフクロウがこれほど人間に接近してくるとは坂東園長も驚きだったようです。人の側はなんかちゃんと守ってあげれば成り立つ関係ってなるのまだまだありそうな気がしますよね。この距離感でも人がいても彼らも生きていける可能性はあるっていうことですよね。そうですね、あの、それをこっちで分かってやれば、うん、あの、十分こういう関係は成り立つんですね。立つってことですよね。
観光で行きたい人がそういうようなね気持ちをどっかで持って帰ってもらえるようになれば、見れた見れないじゃない、なんかそこにつながれば素晴らしいでしょうね。今回の貴重な体験を経て、坂東園長は動物たちの現状を知ること、そしてそれを伝えていくことの大切さを身をもって感じたようです。何よりも彼らがどういう暮らしをしている生き物なのか、だからこういう場所にも住める可能性があるんだよと、山奥じゃなくても、もしかしたらすごく身近なところでもちゃんといろんなものが整ってくれば一緒に生きることができるかもしれないんだよ、そういうことをですねしっかり伝えていければなりたいですね。やっぱり圧倒的にたくさんの人にまずその場を作っていくことがきっと動物園の一番のまず大切なことなんでしょうね。さて、浜口プロデュースのもぐもぐタイム、続いてのターゲットはクロヒョウ。調べてきたんですけど、はい、クロヒョウってこう木の上から獲物を狙ったりとか、はい、でこう高いところをこうふわっと上がって獲物を取ったりとかできるって聞いたんですけど、はいはい、なんかねその、 あの生態を使って、はい、なんかもぐもぐタイムに生かされへんかなとかって思ってるんですけど、はいはい、そう、野生のクロヒョウは大きな獲物でも木の上に運んで食べる習性があるんです。これを見せたいと浜口が相談したところ、飼育員の中田さん、天井に、しかも手には餌。そうですね。直接手渡しですか。すげえ。一体どんなもぐもぐタイムに。うわ、僕今ここから、餌を吊るしてクロヒョウにパーッと飛びついて、食べるもぐもぐタイムをプロデュースしてみたんですけど、そんな相談を受けた飼育員の中田さん、なんと餌を手に天井の上へ。直接手渡しですか。すげえ。手渡し。うわうわうわ、いったかっこいい、すごいすごいすごいっす ね檻の目が広いので、あ、本当ですね、顔全然出てきますね、うん、実は浜口のアイデア、中田さんも挑戦したことがあったそうで、自信ありとのことなんですが、これ下からでも相当の迫力、上からすごいんでしょうね、うん、上から見るとこの迫力、鋭い牙が目の前です。おお、おお、最終章手前です、どうぞ。うわー、すごい、すごいすごい、降りた、うわ、おうまい、食べた、おお肉持ってった、おお、すごいすごい、いや、すごかったです。さすが猫科ですね。俊敏でしたね。軽いですね。はい。あ、なんです。パッと一乗りでね。そうですね。こう飛びつくんですね。はい。いや、いいもん見せてもらいました。言うたこと以上の感じやったんで。はい。良かったです。いやいや、良かったです。ありがとうございます。はい。一方、有野は旭山動物園が定期的に開催している身近な自然を学ぶ会におぼつかない足取りで参加中。まあ、この辺多分キツネの足跡と思われますね。キツネなんかは胸がすごく狭い動物なんで、こういうふうに一直線の、ほとんど一直線、もうどっちが右足で左足かわからないぐらいのまっすぐつきます。これキツネの足跡の特徴です。雪山を散策し、冬目や動物たちの足跡などを探して身近な自然を感じる。こちらはキツツキの穴。うわ、空洞になってる。ここの中いたらちょっとこう指がこの中に入る。こう持ってある。あ、へえ。こうした催しも動物園の工夫の一つなんですね。で、まあこの冬目先っぽですね、触ってもらうとこうふかふかしてるっていうかね、
気が感じられると思います。あ、うまい、ね、まあ、私たち人間と同じように、まあ、ふかふかしたものを着ている、それで寒さから身を守っているということです。あ、ベタベタしてる、はい。まあ、このベタベタ感があるのは糖分とか含まれているので、こう凍りにくいんです。はい、彼らなりの冬の戦略ですね。大満足して学ぶ会も終了。気づけば時間は閉園間際。すると有野が、あと先生、あのペンギンの行進って何時からですか？ペンギンの行進は2時もう終わってるか。え、直線ルートでやったら行けますかね？バーッと急げば行けるかもしれない。じゃあ直線で。直線で、はい。どうしてもペンギンの散歩が見たい有野、近道だと言われた急勾配の斜面をひた走る。大丈夫？ものすごいスピードだと思いますよ。なんだか腰が引けてますけど。おお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 、多分途中で。ああやっちゃった。冷たい。こんなんで間に合うのか。助けてあげてみんな、ほら手手振って。冬の旭山動物園といえばやっぱりこれ、ペンギンの散歩。あー楽しそうですね。来た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 、お、来た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 、近いね。あ、くちばしが全然違う。おい、頑張れ頑張れ。もうこもこしてる、うん、周りひな、ね、あ、そうですね、あっちがひなんですよね。うわ、後ろ姿もいいですね。前ばっかじゃなくて ね全然違いますもん ね。後ろ姿見送るのもええな。うわ、全然あのとこ行った。シューって滑るんちゃうか。うわー、かわいい、はい。その頃有野は雪山を必死になってペンギンの散歩を目指す。ペンギンの散歩はもうゴール直前。やっぱりそうなんですね。お、ついにこの蛍の光が。閉園だ。あれ有野くん、間に合えんかったんちゃうか。大丈夫か。いや、すごい楽しみにしてたんですよ。有野間に合わずか。残念。有野も来ててんで。有野も来てたよ。ペンギンの散歩を一目見ようと必死に走る有野だが、おい、うん、おお、久しぶり。久しぶりやな。これから？うん、終わったよ。え？いや、終わったよ。散歩やろ、ペンギンの。うん。もうだいぶ終わったよ。これ2時間ぐらいかかって、キツネの足跡見てたで。それはそれでいいやん。そう、なかなか見られんねんから、自然のやつな。見られんねんけど、うん、これだけが楽しみやってんけどな。そんな有野さんのために行動展示館画で水中を華麗に泳ぐペンギンの愛らしい姿をたっぷりお見せしましょう。ああ、今日も人間来てるわ。来てます、今日来てますわ。来てるな、いっぱい見に来てるわ。人気あるわ俺。今日も今日、あ、こっちこっちの、みんなこっちこっち逃げて、こっち逃げて、もうなんか大変、逃げて、危ないわ。お腹が空いてるわ、パクパク。うわ、美味しいわ、やっぱり魚最高だわ。おー、カメラが来てますね。うちは HTV さんですか。どうも。そうそうそう、有野を連れて浜口が向かったのは再会を約束していた翔ちゃんのいる子供牧場。お久しぶりです。こんにちは。おお、あら、はい、この子この子、翔ちゃん。翔ちゃんいましたいました。氷点下の寒さの中でも元気いっぱいみたいですね。そして閉園後の散歩に参加。雪の上ではタイヤが埋まってしまうので、冬場はこうして散歩しているそうです。重たいな。お、すごい力強い。いいね。いいじゃん翔ちゃん。よし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 、超元気。なんだか夏よりたくましく見えます。さあ有野くん、はい、他の動物全然見てないでしょ。見てないよ、ほぼ。久々に見た動物が犬かっていうところはなんでやの、犬もええやないか。今ちょっと犬バカにするみたいなこと言う感じやったんじゃない。いやいや、どこでもおる犬やんか、それは。いや、ちゃうよ有野くん、
なんですか。全然ちゃう。犬のこと全然分かってないですね、まだね。ああ、すごいんやから。すごい。僕も歌い見したろか。え、卵で？うん、卵じゃない。生卵やで、これ。これ、犬に与えたらどうなると思う？え、割るでしょ。あでも食べるか食べへんかぐらいちゃう。ああそうな、うん、目に物見せてあげましょう。この後犬の驚くべき生態がびっくりしちゃいますよ。超えた。浜口プロデュース、生卵を使った犬のもぐもぐタイム、一体どんな生態を見せてくれるんでしょうか。バセットハウンドのセロリに、はい、生卵をあげたいと思います。もぐもぐタイムな。おい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 、はい、セロリ。おい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 チャンティ、もぐもぐタイムです。はい、どうぞ。じゃん、これ、お、これ持ってきましたよ。出せ、出せ、出せ。うん、どうだろう。おお、はい、なんとチャンティ割ってません。もぐもぐしてへんやん。カプってしただけ。教えたわけじゃなくって、うん、特にこのゴールデンレトリーバーとか、うん、あとはラブラドール、うん、レトリーバーとか、うん、まあ、フラットとかいろいろレトリーバーってつくような犬たちは長領犬なので、うん、撃ち落とした鳥を持って帰ってくるっていうこともするんですけど、うんうんうん、鳥の巣から卵を持って運んできてくれるっていうこともするんですよ、うん、その時に巣の中で卵を食べてしまったら人間のためにはならないので、うんうん、あの本能的にちゃんとこうやって優しく加えれるような犬にされて。へえ、すごいね。その優しく噛むのはすごいね。本能であるっていうのがすごいね。噛み犬って言われてる犬とか、うんうん、まあ、吠えてもう吠えて吠えて無駄吠えが多いって言われてる犬なんかも、うん、実はちゃんと意味があって家畜を追うために吠えてきて、うんうん、吠えながら追っていくっていうのが仕事だとしたら、吠えることが本能であったりとか、それをしたからこそ、うん、今まで人と一緒に付き合って生きてきた、うん、褒められながら生きて認められてきた犬なので、調教ではちょっと間がなわれへんぐらいのことですよね、それはね。そうですね、うん、それペットショップで教えてくれたら相当助かりますよね、最初にね、うん。この後、あの動物に待望の赤ちゃんが誕生。え、しかも3つも。旭山動物園のヒグマ、クマゾウとトンコの間に待望の3つ子の赤ちゃんが誕生しました。今はまだ産室の中だそうですが、どんな様子なんでしょうか。担当飼育員に伺ってみました。26日の夕方ぐらいにちょっと子供1頭はですね、まあ、ちょっと事故で母親がちょっと潰してしまったようで、それでちょっと1頭、死亡してしまったのがあるんですけれども、今現在2頭は順調に生育しています。春には子グマが見られそうです。また楽しみが増えましたね。この番組は宝珠ソニー生命とご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。